よし、やるぞってなわけで第10回になりました。ゼニラジオということで、記念すべき10回、2桁になりましたね。本当に。ウェブタマの方もね、だんだんゼニラジオもゼニらしくなってきたというか、比較的ですね、やっぱり、なんていうか、タマファーム関係であったり、まあ、トータル的なね、面で、進んできていると、いうところがね、大きいんじゃないかなと思いますけども。だんだんそれに合わせて、塾生たちの、ビジネス学興味もね、高まってきてるのかなみたいなね、感じがね、ちょっとするんで、少し嬉しい。というのもね、実は、今回、タマファーム関係に対してですね、まあ、という絡みもあってね、ちょっと質問が、来ました。それがね、また高校生なんですね。農学部に、私は、高校2年生ですと。で、農学部に進むんですが、今後農学部に進んだ後、どのような、方向に進んでいったらいいと思いますかというね、質問が来ております。今回は、なんと、知ってる人は知ってるかな？ゼニラジオ、この聞いてる人たちの中で何人知ってるのか。俺もね、名前だけしか聞いたことがないんですね。ただ、この前実は、生まれて初めて飲む機会がありまして、名前はね、聞いてたんだけど。で、飲んだら、まあ、うまいのよ、びっくりして。うん。で、帰りに、まあ、そのままコンビニでまた買って、今ここにいるということで。実はだから今回はコーラではないんですね。というわけで、こちら！じゃじゃん！音聞こえたかな？このシャリッ、シャリッっていう音。ね。関東栃木レモンっていうことで、知ってますかね？関東レモンとかっていうのかな？うん。俺が知ってるやつではレモン牛乳っていうね。うん。栃木のレモン牛乳っていうことで、まあ、有名なものなんですけど。うまい！むちゃくちゃうまいわ。というかね、これね、俺すごい好きなんだよね。っていうかね、九州の人だったらわかるのかな？なんかね、ババヘラっていう名前らしいんだけど、正式名称なのかな？おばちゃんがヘラでペタペタして作るアイスっていうね。なんかね、お祭り、夜のお祭りとかではあんまり見ないのかな？なんかね、九州で見る？熊本だけなのかな？黄色いね、レモン味の、ヘラでペタペタ、コーンに乗っけていくアイスがあるのよね。うん。あれが、あれと同じ味なのよ。で、俺、あれ大好きだったんだよね。たまらんっていうことで。で、さらにもう一つが、こちら。宇都宮餃子の、栃木宇都宮餃子、餃子風味ポテトチップスということで、こちらの方をですね、いただきました。これ、栃木の、熟成の方からっていうことで、ね。よいしょ。熟成というか、まあ、オーナーの方からですね、今回はいただきましたので、今回は、こちらを、酒のつまみにしながら、酒のつまみっていうかね、日本牛乳のつまみにしながら、第10回ゼニラジオを始めていきたいと思います。わ、うめえね、これ。てか、まずポテトチップスが好きやからな、ほんとに。その中にまた、うん。こう、お酒のね、つまみ系が好きな俺っていうね。なおのことだから、こう、餃子とかね、うまいよね、ホルモンとかね。なんかね、たまらんって感じがするけど、まあ、どうでもいいからね、話し始めろって。まあ、ことだと思うんで、まあ、そそくさとね、始めていきたいかなと思いますけども。まあ、これからのノーという答えだけどな。まあ、俺は、いいんじゃないかと思うよね。本当に。まあね、ほんと、今、ウェブタマはね、まあ、どっちかっていうと、貯金を、がね、目減りしていくというかね。で、さらにそれを、今度、関東にね、来たので、なおのこと、まあ、加速して減ってますけど。オーナーがね、逆に増えてきてるんで、それをね、食い止める感じにはなってるけどね、やっぱりね、一人暮らしでね、土地を借りて、で、しかもいろんなところの人たちにね、やっと会ったりするってなれば、まあ、今回もまた栃木行って会ってきたわけだけど、やっぱりそうやって人と会う機会も増えてくると、どうしてもね、目減りは加速するよって感じが、うん。することで、まあどうしてもなかなかね、増えてはいかないんだけど。もし会ったら何しますかって、俺は土地を買う。うん。なんでだと思う？インターネット販売。そうだな。インターネット販売はあると思うな。ネット販売にすると、相当、作り手は助かる。うん。うちのみかんなんか関東出してれば、あれだよ、基本3倍とかなるからね、値段。うん。物によってはほとんどお金もらわんとか、一番きついのとかは、もう全然売れなくて、で、結局、処分にもお金かかるし、箱代、運送代もかかるから、いくらいくらは払ってくれってね、わかる。出荷して、お金だけ取られましたみたいなことも、すらあるんよ。だったらもうネット販売を、ね、した方がいいんじゃないかって。いや、それはね、あるかもしれない。でも、俺が言ってるのはそこじゃないよ。うん。それはね、今だけ、絶対に。これからもっと時代がどんどん進んでくる。何十年もその問題を抱えたまま生きていくっていうか、日本が進むことはありえない。だってそれが儲ける道だったら、誰かがやるもん。絶対に。それで儲けれるのなら。でしょ？だから、儲ける道っていうのは、
長く続くわけがない。絶対短いんよ。そして一握り。てか食うのやめようか。止まらん。止まらん。ポテトチップス。やからな、特に俺の好きな。ちょ、止まらん。ちょ、封印します。あれだ。もうダメだな、本当に。なんかこう、真面目な話をしててね、ポテトチップスの魅力に、なんかセーブが効かないっていうね、説得力がなくなるわ、こんなん言ってたら。あのね、そうじゃないんだよ。あの、システムを作らないと絶対にダメだね。うまくいく。永遠に続くシステムを作らないと。でね、あの、ダメだねっていう言い方もいかんな。成功はするかもしれんよ。ただ、幸せになるんかって言われたら俺はわからんという。俺の思う幸せとは違う。うん、あのね、脳に関して、必ずポイントがいくつか出てくる。脳の場合っていうのはね、会社とは違うんよ。ウェブ玉は完全なネットのね、仕事なんだけど、俺の仕事って、まあ、1平方メートルの机の上でできる仕事なんよ。わかる？畳2畳あればできる仕事なんよ。脳は絶対的に土地が物を言う。だから絶対に働く場所、つまり畑が人に対してね、ものすごく広くいる。うちの親父が2丁って言って、まあ大体2ヘクタールみたいなもんかな。うん、それぐらいある。2ヘクタールってピンとこないでしょ。東京ドームとかのあのドームが4ヘクタールとかじゃないかな。だから東京ドーム 0.5 個分とかそんなんだと思う。多分。うん、それぐらいすると、うわ、でかって思うでしょ。そんな感じ。うん。あのね、それぐらいとにかく広い土地がいるんよ。人間に対して、人間の割合に対して。だから、脳をしようってなったらどうなるかっていうと、絶対的に人が減るんよ。土地あたりの人が減る。それはね、つまり、人間が少なくなるんだよっていうのを覚悟しておいてほしい。うん。人間が少なくなるってことは、そこには商売が来ないんよ。やっぱり商売って人がいっぱいいて、そこに物を持っていこうって。だから田舎っていう言い方をする。畑がある田舎だねっていう、そういう言い方をされる。なんでか、そこには畑の土地がどうしても必要になるから、人がたくさん住まない。人がたくさん住まないからお店とかがない。映画館とかさ、ショッピングセンターとかがない。そうなるでしょ？自然とそうなっていく。で、人が少ないってなると、同い年とかも減る。子供も減る。うん。だからね、仲間も減る。いろんなものが減る。だからこそ、幸せになる仕組みっていうのを、設けるだけじゃなくて、幸せになる仕組みっていうのもちゃんと作っていかなければ俺はダメだと思う。特に。でもね、じゃあなんでそんな脳に進むのかっていうと、これからはな、絶対に日本は弱くなるよ。少子化だもん、だって。人が少なくなってる。で、おじいちゃんたちは減らない。長寿の国だからね、医療も発達してて、しかも日本みたいにね、本当に誰だって、いい医療が受けれるっていうのは少ないんだよ。本当に少ない。うん。だって海外だと盲腸で死ぬことすらあるんだよ。入院しない、当たり前ですって。うん。病気になりました。完治しますかって。しないと死んじゃうんだけど、するのにお金がとんでもなくかかる。手術がとんでもなくかかる。だから絶対やりませんとかね。でも日本ってそんなことないでしょ。大概の病気、大概の怪我でも、ほとんど手術して、で、しかもそれが例えば払える値段なんだよね。それこそその車1台分くらいの値段だったり、まあ高くても何百万とかね。うん。だからなんとかなるっていう。でも結局そのことによって、うん、おじいちゃんたちは増えた、若者は減ったっていう。その洗礼を受けることになるよね。だから結局これからどういう風にしていくのかっていうか、まずね、若者が減るとどうなるかって、格段に世界競争力が落ちる。でもね、なんとかやっている国っていうのはいっぱいあるんだよ。でも日本はそれができないんだよ。なんでか、小さいから。小さいからどうしてもできないんだよ。そういうことが。資源がないでしょ。だって日本のメインになっている、もう石油関係は全部外から入れてる。人間の命になってる食料も、ほとんど海外から輸入してる。うん。食料自給率 40% って。実際ちなみにこれ海外から一切鎖国した、日本が鎖国したら 40% になるんですかって。ならんよ。ならんよ、40% には。なんでか。海外の石油のおかげで今の農家が成り立ってるから。うん。それすらなくなったら 10% 切るんじゃないかっていう。まともにね、飯なんか作れん状態になるよ。そしてそれをみんなが作れない状況にもなってる。なんでか、大抵のものが大きい工場で作られてるからね。うん。だからもう、作らないことに慣れてるんだよね。うちのばあちゃんたちだったら生き残るよ、普通に。味噌も自分で作れるし、ほとんどの漬物、うん、もう自分たちで作れるし、お酒とかもね、作っちゃいけないけど作れるし、うん。何でも作れる。でも今の人たちは作れない。だから、どんどんこれから日本は弱くなっていく。きっと。そしたら、どうなるかって、仕事はどんどん減っていくよね。どんどん貧乏な国になっていく。でね、ただそういう中で、飯さえ食えればなんとかなるんだよ、人間は。
仕事がなくても飯さえあれば食っていければどうにかなる、うん、食えないから、要するに食うことのために仕事をやってるわけだから、食えればなんとか生きていける。だから逆に言うと、なんていうかな、今周りにいろんなものを頼ってるけど、頼らずに生きていけたら、これから何か頼れないようなことがあった時に生き残れるよっていうことなの。それがノーだねっていう話をしてる。俺たちは自分たちで作るのをやめた。さっき言ったでしょ、味噌とか醤油とか漬物とか、昔は自分の家で作れたものをお願いするようになったね。特に今の都会の人たちは。で、今会社とかで働いてる人たちは飯を作るのを農家の人たちに渡しちゃったよ。俺たちは食い物を作ることを諦めますと。その代わりいろんな会社でいっぱいいろんなものを作って、なんか社会を良くするんで、飯を作ることはお願いしますよってね。うん、頼った、頼るようにした。だってそうでしょ、大抵のね、お父さんお母さんたち、普通の会社に働きに行ってるお父さんお母さんたちに野菜作ってって言ったら、いや作り方知らんけどって、多分そうなるよ。どれインターネットで調べようかみたいなね、今時のそんな感じになるよきっと。でしょ、そうやって生きる上で大事なものを人に預けてきたんだよね。日本で言えば海外に預けてきた。それを全部もう一度自分の中に取り戻そうっていうことなんよ。そしたらどんなに不景気になっても食えるからなんとかなる。きっと食えるからなんとかなる、うん、もちろん犯罪は増えるよ、絶対的に 100% 増える、うん、なんとかそれもある。飯がとにかくあっていっぱい食うもんさえ、お腹さえ満たされればギリギリ犯罪も、もう食うもんないから人から盗むしかないとか、うん、そういうことすらあるんだよね。だから結局犯罪が起こってしまったりもするんだけど、それをギリギリ食い止めるためにもなると思う、飯というのはね。だから儲けとかじゃないんだよって言ったのはそのためだよ。儲けとかの話じゃないでしょ今俺が話してるのは。全て生きるために必要なものを全部自分の中に持ってきてほしいって思う。で、ただその中でとても重要なのは、うん、農業をしましたと。で、飯もいろいろ作りましたね。で、これからはもっとひどい時代になってくる。海外からへの力がどんどん弱くなってくる。そうなると海外からご飯を買うことができなくなってくるね。そういう風になった時に、今一番だから俺は農業の価値が低いと思ってる。だからみんななりたがらない。でも逆に言うと、これからこれ以上下がりようは俺はないと思ってる。だから土地が欲しいって言ってる、農業をやりたいって言ってる。後からすごい農業人口が人気になって増えて競争になるから、今欲しい。今とにかくクソ味噌に安い値段で売ってある農家の土地が欲しいって言ってる。でもね、じゃあね、野菜作ったからいいのかって、そうじゃないんよ。だから俺がシステムを作ってほしいって言った。幸せになるのには、飯が食えたら幸せになるのかって、そうじゃないでしょ。やっぱりね、みんなとワイワイ楽しんでこそなんだよ。仲間がいる。俺はそう思う。だからタマファームを作りたいなって言った。若者がいっぱいわさーってきて、おじいちゃんおばあちゃんたちを助けながら、その農家のノウハウとか、いろんなことを教えてもらって。で、畑作って、自分たちで飯作って、その中で生きていく。生きていければなんとかなる。儲けが少なくてもね、ゼロじゃなければと俺は思ってるよ。だから一人じゃ寂しいでしょ。できればみんなでやるような農業の共同体、農業の会社みたいなのを、もし農の道に進むんだっていうのであればね、少し考えてもらいたい。もしくは俺は逆にものすごくハイテクな農もいいと思ってるよ。別の子でメールが来た時にはそっちの方を進めたんだけど、うん、例えば一粒でものすごくおいしくなるようなやつとか、俺が一番これからいいなと思ってるのは海の水で育つ野菜、もしくは海の水を水に変えれるような機械、あれが俺は一番来ると思ってるけどね、うん、あれがあったら日本は勝てるよマジで。海の上で野菜が育つみたいなね、うん、そんな特殊な土みたいなやつ、綿みたいなさ、海の上に置くと水だけが吸い上がってくる、途中で塩が止まってみたいな、うん、なんかそんなシステムがうまいこと作れれば、日本の周りは海だらけだから、一気に食料輸出国になれると思う。そしてこれからね、人口が増えていくから、食料の輸出ができる国は強くなると思う。飯が食えればイライラも減るからね。そういう意味では今日本とね、中国や韓国やらって、やっぱアジアが仲良くないじゃんあんまり。そういうところとも、北朝鮮とかね、うん、なんとかなる道もあるんじゃないかなと俺は思う。そしてこれはね、タマファーム計画でも少し言ってるんだよね。給食給食センター作りたい。うん、タマファームに大工さん一人欲しい、うん、かな。それはあるね。山には木がいっぱいあるんだよ。その木から家を作れる人を欲しいね。うん。そしたらその人はどん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 家を作る。注文の家じゃないよ。注文されて作るんじゃないよ。もりもり作る。そして、来たい人どうぞ、入りたい人どうぞってガンガン入れていく。うん。そのスタイル。
注文の方にするんよ。こう聞いて、じゃあこうしてほしい、ああしてほしいとか。ほんじゃ作りますとかね。うん。そういう風になると、どうしても、なんていうかな、その注文と注文の間の時間があったりとかね。宣伝の費用だったりとか、あとやっぱりこう、そのやり取りの中で時間がかかる。時間がかかれば必然的に人手もかかる。そして人手もかかるとなればお金もかかってくる。でしょ。ものすごく値段が高くなっていくんだよね。だから、もり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 作ってもらう。大工さんには。そんなスタイル。あと、給食センターって言ったのは、やっぱね、なんだ、一人暮らしすればわかるけど、一人暮らしするとね、とにかく、食に偏りが出るんだよね。しょうがね、弁当でいいか。ね、じゃあ今日は、ちょっと肉だけ買ってさ、もう適当に一人焼肉でもしようかとかね。うん。やっちゃうんだよ。いや、俺でした。ごめん、俺でしたっていうね。お寿司がね、なんかね、割引シールついてると、俺寿司大好きなんだよ。もう、魚が好きでさ、ほんとに。もう生魚とかもう超好きでね。だからもうお寿司が大好物なの。もうだからお寿司がね、割引で売ってあると買っちゃうし、肉もね、好きなんだよ。ステーキ肉とか最近スーパーに売ってあるんだよ。あれはひどい、マジで。ステーキ肉がね、特価1枚200円とかって言ってさ、厚さ2センチぐらいあるね。あの、ステーキ肉がさ、デーンって200円ぐらいで売ってあったらさ、そら買うでしょ。そら買うでしょ。ね、みんなどうですか、本当に。そら買いますよ。で、結局ね、まあ、あんまり野菜を食わずに、栄養のバランスが偏っていくとね、そんな結末になっていくわけなので。で、結局、まあ、ほら、病院に行かなきゃいけないよとかね、健康にいられないよってなるけど、それでいいんかいって話になるんよ。お金いっぱい儲けて、うまいもん食って、でも、健康じゃないよって、健康じゃなくなった途端に、お金がいっぱいあっても、遊ぶことも、うまいもん食うこともできなくなるでしょ。だから、もっとトータル的に、広い視野で物を見てほしい。そして、成功させてほしい。給食センター絶対いいと思うね。給食センターのおばちゃんをね、一人用意して。で、その人が飯を作るのさ。でも、もちろん飯を一旦作って、給食センターシステムだったら、もうご飯作ってそれでおしまいでしょ？だから、結局どうなるかっていうと、おばちゃん暇なんだよね。うん。まあでもそういう人たちを雇うこともできるよね。例えば子育てしながらのね、お母さんの仕事場になったりもするから。でも、もう一つあるのが、じゃあその、昼飯前と夕飯前以外の時に、じゃあどうするんですかってなったら、俺は、その間にお洗濯とかをしてもらってもいいんじゃないかなって思ってる。わかる？つまり、みんなのお母さんみたいなね。みんなの家政婦さんみたいな。で、そういう時とかに、よっしゃ、どんどん作るぞって家をガン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 建ててたら、ね、一人の人が同じように掃除しまくればいいわけじゃん。うん。で、それこそアパートみたいにさ、全部くっつけて作ってしまったらさ、まあ簡単だよね。うん。もり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 。プライベートはどんどん減っていくかもしれないけどさ。うん。まあなんだろうな。言うなれば、そう、お母さんって言ったのもね、要は、血のつながってない家族みたいな感じに作れたらいいなと思う。そしたら楽しいぞ、マジで。いや、楽しくないこともあるかもしんないけど、なあなあで慣れちゃうこともあるかもしんないし。うん。でもね、そしたらさ、たった一人で広い土地をさ、システマティックに機械とかで農業してさ、で、インターネットで売って、だから買ってくれる人の顔もわかんない。中で、うん、大量に売って、大量に儲けて。でも、その、大量にあるお金だけど、一人でした。お金大量にあるけど肉とか魚ばっか食ってたんで体壊しました。ね。とか、やっぱり一人だから遊ぶ相手がいないよね。ちょっとだけ寂しいよね。とか、そういう風になってしまうかもしれない。特に少子化で人は減っていくんだから、それだけ人と出会う可能性っていうのも減っていく。だからこそね、みんなで、これからの脳、まあ、まとめるとみんなで一箇所に住んでほしい。幸せになるのであれば。そして人に預けるものを一つでも自分に取り返してほしい。特に命に関わるもの、幸せに関わるもの。だからね、俺、あんまりゲームが楽しむ程度だったらいいんだけど、PSP とね、DS 持ってる俺が言うのもなんだけど、あんまり使わないでほしいんよ。あれって逆に言うとソフトを作る人に任せてるでしょ。楽しむものを。うん。だから子供たちが、例えばゲームソフト取り上げた時に、ゲーム機取り上げた時に、遊んでって言って、何して遊んでいいか分かんないってなっちゃう。でもこれから時代はもっとひどくなるよ。今は無料で遊べるインターネットのゲームいっぱいあるけど、それすらできなくなるぐらい国の力が弱まることもあるかもしれない。っていうか、本当にこれから日本は弱くなっていくからね。だから、どん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 人に頼れなくなっていったときに、自分の力で生きていけるのかいって。うん。その準備をしてほしい。そして脳を目指す人たちは、そういう日本の人たちを導く、義務も責任もないけど、だって人生だから。責任は自分でしか取れないし。うん。だけど、そうだな。そういう人たちを導く力がある。そうだ。その言い方がいい。力がある。逆に言うと、みんなしかそれを導く力はないと思う。だから、
もしこれから脳を目指す人たちがいるとするならば、それを自覚しておいてほしいかな。それはまあでも俺の希望だな。それは俺の希望だ。まあそんなところかな。ってなわけで、少しはヒントになったでしょうか。ね、農業で、いっぱい稼ぐぞってね、言うのはいいですけども、うん、もし田舎、要するに作り手と、まあ買い手の距離を近くして、それでね、しっかり儲けられるんだっていうふうに思っているのであれば、少し用心をしておいてねっていう、まあそんなところかな。ってなわけで、第10回、ゼニラジオでした。まあ聞いてくれてありがとな。みんな頑張るんやで。